細川文枝です。じゃあいただきます。そういえばパンとご飯はどっちが好きだったっけ。なんか小学生みたいなこと聞いて、あ、でも私はずっとご飯が好きだったんだけど、そう、でもやっぱりパンはあんまり食べることないな。いただきます。やだ、両方ともそういえば、目玉焼きの正しい食べ方って知ってた？と、こうやって黄身を割って、それで白身にこの黄身をつけて、それで食べるのが正しい食べ方なんだって。でもお皿汚れちゃうよね。家にいるときは、夜だったらビデオ見てたり、あと本読んでたり音楽聴いてたりっていう感じで、でも帰ったらさっさと寝ちゃおうかな。で、お休みの日だったらショッピングに行ったり、このお仕事始めてからすごく外にお買い物に行ったりするようすることが多くなりました。性格が前より明るくなったみたいな感じです。そう、私が素敵だなって思う男の人のタイプは、いつも目がキラキラしてる人。小さい男の子ってとか赤ちゃんとかってすごく綺麗な、なんて言うんだろう、汚れてないっていうか澄んだ瞳をしてるでしょ。それでそういう風に目をキラキラっとさせてお話ししてく、私に話してくれるような人がいいなぁ。
Thank you.